お疲れ様です。今回はポイントサイトモッピーの中で指を加えて案件と言いましてね、高額報酬なのは分かっているのに手が出せないものについてちょっとお話ししようと思います。例えばマンション投資のこちら4万円ってやつですね。これね、ズームで話を1時間とか1時間半聞いて、最終的にワンルームマンションの投資に誘導されるもんなんですよ。だから話を聞いているだけなんで簡単ではあるんですよね。で、これも同じです。リノシーってやつ。これ5万円ですよ。ポイントをゲットすること自体は簡単なんですけども、面談の条件ってのがあるんですよ。どんな方でも面談できるわけではありません。その要素の一つ、重要なのが年収なんですよね。ほら、新規ウェブ申し込み後、面談終了で4万円って書いてるでしょ。で、すぐにこれ、反映もされるんですけども、これいろいろ書いてますけどもね、結局ね、年収なんですよ。どっかに書いてないかな。あ、ちょっとこれ書いてないですね、年収ね。年収がね、600万以上、あ、これだ。年収700万未満の方はダメって書いてあるんですよ、これ。だから4万円あるんだけども、そもそも年収700万以上あったらね、こうやってポイントサイトとか来てないですからね。だから年収が700万とか800万ありそうなニコンの社員の方でお知り合いがいたら、ちょっと簡単にできるお小遣い稼ぎあるよみたいな感じで進めると、まあ、恨まれますね。これね、マンションの、その営業なんですよ。で、儲からないマンションばっかりなんですよ、こういうところに。放り投げられるの。で、営業がガンガンきついですからね。だからね、あんまりこれ、ポイントをゲット以外には使ってもしょうがないかなと思うやつなんですよ。で、こういう案件が結構あるんですよ。5万、4万、6万とかね。だから、特にね、何社受けても全然問題はないんで制限がありませんから。ただ同じところを何回も受けれませんので1回こっきりなんですけども、30万とか40万っていうのはね、このマンション投資の面談を受けるだけで、ポン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 入るんですよ。だから非常に簡単で儲かるんだけども年収の問題でほとんどの人ができないというところもありますし、年収クリアしてても、これ面談した後にね、結構営業が来て、ややこしいんで、やんなきゃよかったっていうふうに高い年収の方は、そんな4、5万くらいで、そんな面倒なことやりたくねえよっていう風になるかもしれませんね。年収がやっぱりね、200万とか300万の人から見ると、この5万もらえるって案件はすごくね、美味しいし、これ本当面談を受けるだけですからね。話をふんふんって話を聞いてるだけなんで、めちゃくちゃ魅力的なんですよ。ほら、これもそうです。あ、これ違うな。すいません、違いましたね。ということでね、今回はね、マンション投資の案件なんですけども、まあ、こうやってモッピーの動画を撮りながら言うのもなんですけども、指を加えて、まあ、見逃すだけっていうことになりますかね。はい、そんなネガティブなお話でございました。でもマンション投資以外は本当使えるものばっかりですから。ね。だからそっちの方を狙っていきましょう。まだまだたくさんありますんで。それじゃあ。